によって広道さんの代表作である風飛行が地球市民村のテーマ曲になりました。それでは黒の広道ディナーショーをお楽しみくださいませ。
これは9月の初めの頃、八重川に誕生するわけですけど、何万という陽炎が同時に空に旅、そして2時間という命で死んでしまいます。